はい。今回は、ライトボーイシリーズの最終作品、ライトボーイアドバンスですね。メーカーがね、サンセーブエンターテインメントになっていますけども、おそらく今までの発売元だったこのビッグ東海がね、ゲーム業界から、撤退してしまった関係で、まあこんな感じになってると思うんですけども、とりあえず、ノーマルなゲームボーイアドバンスをね、そのままつけると、まあ、見えるっちゃ見えますけど、これは明るいからですね。ゲームボーイアドバンスの液晶は、ある程度こう光が差し込まないと見えないんですよね。だから真っ暗闇だと全く見えません。色合いもね、どうしてもバックライトついてないので、薄いというか、モノクロっぽく見えちゃいますけども、一応カラーついてます。まあこんな感じなレベルで色はついてて、まあ見えるっちゃ見えるといった感じです。で、いよいよですね、このライトボーイアドバンスをつけたいんですが、その前にと。その前にですね、この、せっかくなんで歴代ライトボーイをちょっとだけ見ておこうと。いや、とりあえず初代はでかいですね。まあもともとゲームボーイもでかいんですけども、それに合わせて作ったのでバカでかいです。しかも折りたたまないので、そのままバカでかいまま。それを改良したのが、このね、ゲームボーイポケット用のライトボーイポケットです。その後、実は、ゲームボーイライト用のやつも出たりとか、ゲームボーイカラー用も出たりもしましたけども、今一つ、盛り上がらずに、ついにこの、ゲームボーイアドバンス用の、ライトボーイアドバンスへ移行します。で、このネジのね、ボッチというのかな、穴がちょっとスペースがあるところに、このね、ライトボーイの出っ張りをフックというのかな、引っ掛けてあげますと。そのままこれグイッと押して、かすかなこのね、スリットというのが溝にはめ込むだけなんですね。これでもう取れません。完成です。じゃあ開けてみますね。ちょっとツルツルして開かないな。よいしょと。まあこんな感じで開けたりもできますね。90度までしか曲がりませんけども、これは何だろうね、上げる必要があるのかな。ちょっと忘れてしまいました。よし、つけてみましょう。おお、明るい。めちゃくちゃ明るいですが、どうだこれは、見えるのか。なんかよくわかりませんね。明るくね。あれ、もしかして使い方違う。あ、これもしかして上げるのかな。あれ、どこだこれ。上げて使うんですね。すっかり忘れてました。見やすいですね。この麦球がちょっと眩しいですけども、こんな感じでね、オンとオフのやつを比べてみますけども、暗いとまあなんか映ってるぐらいですけども、つけると段違いに明るいです。こんな感じでね。おー、いいですね。どうでしょう。で、せっかくなんで、また難度に潜ってですね、やってみたいと。今実際アドバンス起動してますけども、音だけ聞こえますよね。起動してるんです。で、ライトボーイアドバンスつけますとこんな感じです。ちょっと上からの光がね、2つポンポンとついてますけど、まあ、真正面から見れば、これは映らなくなります。ちなみにこんな感じで、何度の中です。はい。まあこんな感じで、まあ、真っ暗闇でもゲームボーイアドバンスができますといった製品ですね。で、さっき間違って使ってましたけど、これ90度を上に上げてライトを照らすって感じでしたね。このまま使うのかと思ってました。これはむしろ収納スタイルみたいです。今ではね、ゲームボーイアドバンスにバックライト液晶を自分でつけちゃう人もいますけども、まあこれは本当にね、お手軽にライトをつけることができます。で、重さなんですけども、電池込みで 83g。ゲームボーイアドバンスとセットでも電池込みで 270g ぐらいです。で、最後にちょっとね、古いね、ゲームボーイのソフトはどうなのかっていうのはちょっと確かめてみたいんですけども、まあ多分そんなに大きくは変わらないと思います。ちゃんとゲームボーイのカートリッジも刺さります。ちょっと特殊な形状はちょっとわかんないんですけど、まあ普通のやつは大丈夫ですね。あ、全然問題なく使えますね。綺麗に見えます。ちょっとライトをオフにします。うん。オン。
見やすいですね。まあこのね、ゲームボーイアドバンス以降の任天堂携帯ハードはすべてフロントライトもしくはバックライトを搭載していますので、こういうね、外付けのライトボーイみたいなものはなくなってしまいました。サンキューライトボーイな感じでしょうかね。まあここにちょっと歴代ライトボーイシリーズを出してみましたけども、意外とね、知られてないのがニューライトボーイポケットだったりスーパーライトボーイだったりしますね。ちょっとまあ過渡期にあったライトボーイシリーズでしたけども、途中でねメーカーが変わっちゃったりもしましたけども、まあゲームボーイライフを懸命に支えてくれた立派なアイテムだと思いますなんて言いながら自分は外に持ってったことはないんですけどね。まあライトボーイに感謝しつつ、ではまた。